ゴルフレッスン誌「アルバトロスビュー」の連載記事の中で特に人気があるのが3段階レベル別上達法ですこの人気企画と「ゴルフネット TV」がコラボしました80ギリ90ギリ100ギリ。 それぞれのテーマは54人のティーチングプロへのアンケートで導き出したものだから段階的に効率よく調達することができるのですこんにちは。 ティーチングプロの坂本龍なんですこの番組は雑誌アルバトロスビューの3段階レベル別上達法の9ュージを切るアプローチの連動番組です今回のテーマはグリップです皆様意外とだいたい最初に教わったりはしますがグリップというのはだんだん、えー、その人のスイング傾向と動かし方によって、えー、変化してしまいますですので基本的なグリップをもう一度見直して、えー しっかりとこのグリップから動きやすい握り方というのを覚えていただいた方が良いのではないかと思いますそこで考えるのがまずは手がグーかパーになっているかというのを考えてみてください皆さんはやはり強くショットを打ちたいという傾向のもとスイングを練習していますのでどうしてもアプローチなどでも特にそうなのですがクラブをすごく強く握ってしまっている場合があります で強く握ってしまっていることもさることながらこの握っている形これがグーに近いような形でこちらの指の関節だったりこの手首の関節に角度がえたくさんついてしまっている方が多いです。これがいわゆるグーの状態になります。で逆にえおすすめのグリップがえ手首が柔らかく動いていただくことが大切ですので。 なるべく手のひらというのはなるべくフラットな状態この手首までまっすぐになっているこの手が合わさったような状態を目指してグリップを作っていただくことが大事になりますそのパーの状態を作るにはどうしたらいいかというとほとんど手首は曲げずに指の関節だけがこのように曲がっているような状態でクラブを持つイメージで挟んでいただくとこのようにパーのような状態になります。 でこのようにルーで握ってしまいますと、えー、手と手が合わさらないような状態になってしまってこのように、えー、手と手の距離が離れたりもしてしまいますのでまずは、えー、パーのまま、えー、しっかりと指だけを曲げて挟んでいるような形を、えー、取っていただくと良いのではないかと思います、えー、このようにパーにして指を曲げているだけにしていただいてそこに引っ掛けるような形で右手と左手握っていただくと パーの状態が作られますのでそのパーの状態で握っていただく必要がありますで、グーの状態になると何がスイングでいけないかというとグーになると手首の角度が強くついてしまいますのでいわゆる一般的にフェイスが開くというような状態を作るバックスイング多く出てしまいますですのでグリップは手首の角度こちらをまっすぐにしてパーの状態にして 指だけを曲げて指に引っ掛けているような形でクラブを挟んで握っているような状態が手首のここで手首の角度の話になるのですが基本的なしっかりとした打撃の先,先前回のお話でこう引きずる話と関連しているのですが手首の動きがどちらかといえばバックスイングで皆さんこの右手のひらが地面を向いて。 左手の甲が地面を向いていてるこのような形からそれを戻して打っているような状態でなおかつこの手首がこのように左手と右手が逆さになるような形で打っている場合が多いですそうするとそれをクラブで持った形だとどうなるかというとこのようにフェイスが最後上を向くような形でボールに打撃してしまいます。このの手首の動きですと どうしてもボールをすくってしまう動きが多く出てしまいますのでどちらかというと逆の動きを覚えななくてはなりませんそのためにはどちらかというとこのように右手のひらがちょっと空を向いているような形左手の甲が空を向いているような形からダウンスイングでこのように左手が左手の甲が下を向いている右手のひらが下を向いているような形でインパクトエリアに入ってくる必要があります。 こういうようにこちらのダメな動きからどちらかというとここのののロフトをを立ててるる手首動動ききき覚えににはこのようななが必要になってきますでそこでグーにしてしまいますと最初からこのように左手の角度が開いたままロックされてしまいますのでどうしても先ほどの悪い例の動きにどうしてもなりやすくなってしまいます。 そうするとクラブフェーズが開く、それをまた右手でいじったりするっていうような運動がいろいろ出てしまってうまくクラブが動かない状態になってしまいます。ですのでなるべくナチュラルにパーで開いた状態で両腕重なっているような状態でこのようにクラブが動いていく時に手首がこのような形で 反っているような形で左手の甲がどちらかというとボールの方向もしくは地面の方向に向いていて右手の平もボールの方向か地面に向いているような形を作れるような形が良いと思いますそのためにグーではなくてパーに握っていくということが必要になりますもう一つそのパーで握ることの利点としてはゴルフスイングというのはこのこの左手が 前に前に進んでいくことでそのクラブヘッドが10両分残っていわゆるハンドファーストロフトが立つという状態が作られるのですがその左手はどちらかというと押される腕そして押される手になりますそしてスイングというのは右側から左側に動いていきますのでこの右側が左側を押していくような動作を作らなくてはなりませんので。グーですとこの 重なってて押しいいくというのが使えずにどちらかというとてこの原理のような形でこのようにひっくり返ってしまいますので左手をパーにしていただいて右手をパーにしていただいてある程度重なっている状況を作っていただいてダウンスイングでも右手が左手を押していくような形で進行させてあげることで最初のドリルと一緒なのですが左手が出ていくような動きを促進してくれますのでそのような形を考えた上でもなるべく パーの状態を作って重ねてそれを密着させて動かしていただくということが大切になると思います腕の話になるのですが大体の方が皆さん右手で右利きのはずですですのでやはりゴルフというのは左を引っ張る左をリードするっていうところの言葉が多いのでどうしても左サイドを多く使うと考えがちですがもちろん左のリードという やり方もあるのですが基本的には利き腕を生かさないと出力とコントロールというのはしにくいはずですのでなるべく左をリードするために右手をうまく使って左手をリードしてあげるという考えでゴルフスイングもしくはアプローチはしていただいた方がいいと自分は考えていますのでそれもあってなるべく左手はリラックスするそしてそれに対して平らな右手を入れていただいて。 そのリラックスした左手をいかにうまくこのグリップ部手元のところを右手で左手を動かした動きでクラブヘッドが自然に動いていくというような状況を作っていただければ良いいいのではないかと思います逆に無理に皆様が左リードと思いますとこちらの器用でない左腕が勝手に動いてしまいますのでそれを制御するために右手がこのように稼働して動して ミスを誘発して右手が悪さをするなんていうお話があるのですがそれは右手が悪さをしているというよりは左腕の動きだったり左手の動きに対する補填で右サイドが活発に活動してしまっているような状態ですのでどちらかというと左に反応して右が動くのではなくて右が左を動かしていただいているような形でボールを打っていただいた方が しっかりと打撃できますのでその辺も注意していただければだんだんとこのヘッドを動かすという運動からグリップを動かしてロフトを立てるという動きに変えていけるのではないかと思いますグリップを改善するための練習方法を一つ行いたいと思います指で握ってパーで握るというのはかなり力が入らない状態になってフラフラで不安になってしまいますのでアプローチから練習してみましょう方法としては 指をこのように第2関節を揃えるようにして指をそこで、えー、クラブの,あ,のあればクラブのバックラインのあたりまっすぐその第2関節あたりのところを揃えて親指は上からちょ,ちょんと揃え,添えるぐらいの形で握ります。 そしてほとんどこの手のひら側のところはひら同士でしか当たっていないような状態にしてここのののグリップの上のところににを当ててないいように握ってくださいでそのままフラフラの状態でヘッドの重さなどはあまりこう振ったりせずに手から引きずるような先ほどのアプローチの応用で手首のみで動かして動かして。 このよようううに打つような練習をししてみましょう悪い例はこのようにヘッドの方をやはり多く手首で打ってしまうことが悪い例ですのでなるべくヘッドはその重0両分そこに置いてけぼりにするような形でこのように先ほどの引きずるアプローチと同様少し引きずるような形からこちらの空中でも重さ分がちょっと残りますので先にグリップから 進めてあげるような形でできればヘッドは手首より少し後ろのようなフィニッシュを目指して打っていただくと先ほどのパーで押しているような形で手首の形が少しちょっと大げさに折れているような形になりますがこののよよううに左手の甲が折れていいいるなな形ででも良いのではないかと思います逆にヘッドを振ってしまいますとこのように手首というのは左手が甲側に折れているような形のフィニッシュになってしまいますので。 どちらかというとしっかりと手首を出してヘッドがその近くにあって手首が後側に折れないことを注意しながら練習していただいてグリップの少し柔らかく握ることに慣れていただければ良いと思います皆さんいかがでしたでしょうか今回のテーマはグリップでした力を入れてヘッドを操作しているとどうしてもグリップをこのようにグーのように力いっぱい握ってしまって 多くヘッドを動かしてしまうというような状況でしたのでなるべくパーに近いような状態で挟んで手を密着させてそして左手に対して右手が押していけるようなグリップを作りましょうというのが今回のテーマでした。